ようこそモータースポーツで沸く週末、モナコグランプリへ。モンテカルロで開催されるモナコグランプリのショーは華やかなリビエラが舞台で、勝利者に与えられる王冠でもあります。スペースが狭くオーバーテイクは少ないですが、それでも彼らはこの象徴的な市街地サーキットを戦い抜くでしょう。モナコにはブレーキが難しいラスカスや危険なサンデボーテなど、多くの狭く曲がりくねったコーナーがあります。これという直線区間がなく、オーバーテイクの難しいコースです。当たり前かもしれませんが、スターティンググリッドで好位置を確保するといいでしょう。問題なのは運か采配か。最近のアルファタウリは不調です。今週末は役員会もチームプリンシパルに注目しているでしょう。レースウィークエンドが始まります。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました F1 マネージャー23の時間です。そして本日はいよいよ伝統のモナコということで、モナコグランプリをマネジメントしていきたいと思います。現実世界では本日イタリアグランプリということで、ぜひフェラーリ頑張ってほしいですね。もちろんアルファタウリの角田裕毅応援してますよ。ということで、フリー走行 1,2,3 少しずつマネジメントして調整していったんですけども、モナコグランプリはモナコグランプリ用のセッティングを探さないといけなくて、結構大変だったんですね。結果の方がですね、まあ、フリー走行1で、まあ、これは全くのノーセッティングで、まあ、角田裕毅が13番手、ニック・デフリースがまあ19番手、そして FP2 では角田裕毅16番手、デフリース15番手、これはね、少しセッティングを入れているんですね。そしてしっかりセッティングを行ってガチで挑んだ FP3、 なんと角田裕毅17番手、デフリース18番手ということで、なかなかうまくいきません、本当に厳しいです。ということで、今からですね、予選の方に入っていくんですけども、予選果たして Q1 突破できるのかというところですね。まあ、ここは本当にオーバーテイク難しいので、もう予選で例えば15番手だったら、ほぼほぼ決勝も15番手じゃないかなと思ったりします。ただ今回はタイヤ戦略非常に練りに練って挑みたいと思いますので、まあなんとかそれでポイントゲットできたらなと思っております。予選セッションへようこそ。素晴らしい戦いが期待されます。予選は3つのピリオドに分かれており、ポールポジションを獲得するために Q3 へと進出できるのはタイムの速かった10名のみです。最近はセルジオ・ペレスの話題をよく聞きます。どんな心境なのでしょう。練習走行では素晴らしいラップタイムを刻んでいたので、予選に向けて好調だと予想できます。ですが問題はこのパフォーマンスを維持できるかどうかです。なるほど、では予選に注目しましょう。さあ、ということで FP1、2、3全て終わりました。予選に進んでいきたいと思います。今回も Q1 突破できれば御の字かなというところなんですが、フリー走行 1,2,3 でセッティングいろいろ変えてやりましたけども、果たして予選でどうなるかというところなんですけども、まあ少しずつね、青いところに近づけていってるんじゃないかなと思うんですけども、調整が結構難しいんですよね。そして角田裕毅のマシンも一応調整は終わってるんですけども、なかなか難しいです、セッティングがね。はい、まあ、これが最適なセットアップ範囲に全て持っていけるように頑張ってはいるんですけども、なかなかうまくいかないというのが現状ですね。はい、まあ、でもこの今回のね、ちょっとガチめなセッティングをして予選で仮に Q1 敗退しても、今度決勝でのセッティングでいろいろ見ていけるのかなと思ったり考えております。はい、それではですね、予選の方を開始していきたいと思います。では予選1しっかりマネジメントしましょう。それでは伝統のモナコが始まりました。レースコントロール DRS 有効ということでですね、これはですね結構難しいんですよ。モナコグランプリはね、先ほども申し上げましたけども、まあなかなか難しいですよ、ここで勝つためにはね。ではまずどうしようかな、再設定することってあるかな。今回は本番でソフトタイヤは私使いません。はい、今回はねまだ決勝ではないんであれなんですけども、まあ、ミディアムハードのワンピットで今回行こうと思っております。はい、ソフトタイヤはもう予選で使い切っても全く問題ないので、特に、残す必要もないかなという感じですね。
パーツの方も角田裕樹すべてね、いい感じで揃えてるんですけども、在庫の方は今ないんですよね。まもなく新しいものが完成するので、今お金使うような感じにはしておりません。そして、あとですね、動画では撮ってないんですけども、デザインセンターの方をですね、アップグレードしました。デザインセンターの方をアップグレード1150万ドル使ってね、アップデートしておりますので、まあそこが、まあどうなってくるのかというところになってきます。まあ、まずはね、デザインセンターをアップデートする必要がいいということなので。はい。では一応ですね、走ってタイムの方を出しておきましょう。いいタイミングで一緒に出てきたな、マグマグ。さあ、まずはね、角田裕樹のアタックラップ見ましょう。まあ、私の無線まあ、私の予選のやり方ですね。まずは一旦ね、セーフティーカー入ったら大変なので、とりあえずはもうね、一回タイムを出しておくっていうのが鉄則です。とにかく遅くてもいいんでタイムを出しておかないと、もしね赤旗中断になってしまうとえらいことになりますんでね。ではデフリースも一旦出しておきましょう。さあ、デフリースもピット出ました。まずはね、一周だけ走っていきたいと思います。さあ、 Q3 はねほぼほぼ絶望的なので、もうはい、もう Q2、 まあ言っても Q2 ですからね。さあ、デフリースに関しては、さあ、角田裕樹アタック入ります。次のアタックラップ、予選 Q1 で次2回目のアタック入れるときにマニュアルコントロールを使用して、まあ、ちょっとやっていこうと思います。デフリースは現在マニュアルコントロールになっております。一応ね、アウトラップなのでペース、燃料、 ERS ともこんな感じですね。では現在角田裕樹はアタック中となります。一番最初にアタックしておりますので、全体ベストが出るのは当然です。一応後ろにマグマグが走っておりますが、マグマグはこの全体ベストを更新していないということになりますね、この時点で。ただマグマグ、これスリップ少し効いてるような感じしますね。あ、後ろ、あ、前引っかかってますね、これラッセルかな、ラッセルっぽいな。あ、マグマグに抜かれてしまいましたね。この時点でね、マグヌッセに抜かれるということなんで、やっぱりセッティングやな。あ、もうここでもう完全にラッセルに捕まったね。マグヌッセもラッセルに捕まってるんでね、これ。1分11秒141。これは正直遅いですね。これでは絶対勝てません。さあ、次はデフリースですね。デフリース今、あ、ちょっと待って、惜しいなもうアタック始まってたわ。アタック始まってしまってましたね。まあ仕方がない、これタイヤまだ温まってないんで、これちょっとダメですね。さあ、デフリースは多分1分12秒659ぐらいかな。もっと遅いかもしれん。デフリース全然あかんやん。あかんわこれ。まあでもデフリースはね、ペナルティグリッド降格ペナルティがあるんで、あんまり頑張っても意味がないのでね。はい、デフリースもうこれ全然ダメですね。難しい。よし、一旦とりあえず、まあ、タイムは出したんでね、とりあえずここからですね。これな、でも 6.5 秒も遅いっていうのは、これ何かありましたよね、途中。絶対にこれは何かあったな。さあ、角田裕樹一旦タイムを出して元に戻りましょう。ピットの方に戻りたいと思います。デフリースちょっとあまりよろしくないですね、これはね。それでは少し調整をしましてですね、
角田裕樹、もう一度2回目のアタックいきたいと思います。それでは角田裕樹に続いてデフリースもアタックいきたいと思います。ラバーは乗ってるんでいい感じだと思いますけども、次2回目のアタックですね。そして3回目のアタックで、決めたいと思います。さあ角田裕樹、マニュアルコントロールでいきましょうかね。さあ角田裕樹アタックラップ入ります。デフリースはね、1周余分に周回重ねて2周目にアタック入れますんで、角田裕樹のアタックが終わった後にデフリースがアタックラップに入ります。さあ頑張れよ角田裕樹。全然あかんやん、おいマジかよ。もうちょっと自己ベストぐらい出してくれよ。めちゃくちゃ頑張ったのに、もうマジか。まあ、なんかこの見てる感じでもなんか遅いもんな。なんかこれこの見てる感じでも遅いもんな。うわ、もうショッキングすぎる。これ伝統のモナコですよ、ツノッチ。伝統のモナコやで。ああ、セクター2で自己ベスト出た、よかったよかった。いや、出る計算なんですよこれで。自己ベスト出る計算なんですよね。厳しい。セクター3どう、うまくまとまってない気がするわこれ。あー、一応自己ベストは出ましたね。8番手までタイム上げましたけども、このままじゃ Q1 落ちますよこれは。ちょっとラスト3回目のアタックが多分ラストになるんで、しっかりちょっと考えたいと思います。さあデフリースが現在アタック中です。デフリース現在アタック中です。 OK、 自己ベスト出た、いいですね。セクター1自己ベスト。タイヤの温度はちょっとあんまり良くないけども、なんとかセクター1自己ベスト出すことができました。ただ自己ベストといってもタイム的には全然遅いんでね、トップと7秒も遅いっていうのはこれもう全然ダメですからね。これで自己ベスト出ないとおかしいからね、普通に考えてね。よし、 OK、 セクター2も自己ベスト、とりあえずはまあ悪くはなさそうですね。これで何位になるかですよね。ここで1分7秒から遅いもんな、全然あかんわとりあえずまあ3秒切るところまではいけた。 2.9 秒。あー、うまくはいかんな、なかなかうまくいかんな。やっぱデフリース、タイヤの温度的にはいい感じになってきましたけどね。さあまた一応ね、セクター1は全体ベストではなくて自己ベストをどんどん出してきてくれてるんですけども、スリップ使えたらね、トウを使えたら一番いいんですけども、ストレートとかでね、トウはなかなか使えないんで、そこがちょっと心配なところでもありますね。この辺りで、あ、ボッタスはアタックラップ違うからね。あ、ただ蓋されたかな。ここでうまくトウは使えてます、うまくトウは使えてます。しかし次やな、最終コーナー、ここでボッタスと重なるよこれ。ボッタス邪魔、ああ。ああ。ああ。ニック・デフリースですが壁に接触しました。はい、デフリースピット帰ってきてもらいます。ダメージ入ってなければいいけどね。ちょっとデフリース、もうペース落とせよ、もうペース落とせよ。ブルーキャプターとタイヤス、コピー。もうマシンクラッシャーやなデフリースは、本当にもう、そうか。さあデフリースが今ピットに入ってきました。すぐにセッティングしてもう出しますんでね。
focus on tires and brakes. Yeah, copy. さあ設定完了、デフリースすぐに出します。2人とも2アタック限界だと思いますが、頑張ってやっていってもらいましょう。ちょっとトラフィックにかかってる感じやな。これちょっと厳しいかもしれんぞ。これ場所が悪いですね。またボッタスやな、またボッタスやな。さあアタック頼むで。2周連続アタックいってもらいます。さあ角田勇気アタック入りました。デフリースの方を見てみましょう。さあデフリースの方はね、とりあえずまあ大丈夫そうなんですけども、まあこの周回は別にね、セクター1イエローでも特に問題はないです。次のアタックラップにかけます。タイヤまだ止まってないんで、あまり無理させたくないんですけども、角田勇気だったら大丈夫だろうということで、なんとか頑張ってもらいたいと思います。このままだったら Q1 敗退確実なんでね。さあ残り3分です。あと1周ちゃんといけますね。残り1周もちゃんといけるんで多分大丈夫です。タイヤの温度も問題ない。この次にガチャタック入ってもらおうと思っております。そうですね、全然ダメですねこの周回はね。リチャージオン。ちょっと遅かったな、ちょっと指示が遅かったですね。オーバーテイクバトン。さあデフリースは今のところ大丈夫ですね。フルチャージに入りましたんで、ここからですね。さあ角田勇気のラストアタックになるかな。ラストアタック時間的にはもう一周いけそうな気するけど、新品ソフトをいい感じにね皮むきしていったんで多分大丈夫かなと思うんですけど、まあね、冒頭にもお伝えしました通り、今回はもう本戦で決勝で使えませんからね、ソフトタイヤは。あれ全体ベストが出ないな。自己ベストが出ないですね角田勇気。しかもあと4分で降水確率は 5% が、まあ大丈夫そうですけど、あ全然ダメだな、やっぱダメだこれは。うまくいかない。タイム的には全然変わらんぞこれは。さあデフリースなんですけども、これ厳しいですね。とりあえずフロントウィングかリア接触したの、あれどこが壊れたのかな。あれ翼端板ついてるんでなんとかなりそうなんですけど、ただもうこれ全然ダメですね。もう黄色しか出ない、イエローしか全然出てないんで、いやこれはきついね。これデフリース全然ダメだ。まああのペナルティがあるんでもういいですけどね。ツノッチこれいけたんじゃない。 Q1 突破いけた、あいけた、ピアストリナイスよかった。デフリースはもうこれ仕方がないですね。どうせグリッド降格ペナルティなんで、よかったですわ。はいはい、もう仕方がない。デフリースいいです、いいです、いいです。はい、 OKOK、 仕方がないです。 OK、 ただツノッチなんとか Q1 突破したわ、よかった。14番手よかった危ねえ、なんとか突破した。よしよし、セッティングもいい感じになったやん。セットアップに対するドライバーの満足度も上がった。 97%、 OK、 かなりいい感じになった。セットアップはね大変なんですよ、大変なんですよ。もうモナコセッティング結構きついっすねこれね。それでは予選の方開始していきたいと思います。新品ソフトも履きました。さあここからですね、角田勇気どこまで上に上り詰めることができるのか。さあ角田勇気無事に Q1 突破しまして、今から Q2 突破に向けて頑張りますが、おそらく Q2 突破は厳しいと思います。まずタイム出しておきましょう。私のやり方です。まずはタイムを出します。ちなみにこのモナコグランプリというのは伝統のモナコということで、あと世界三大レースのうちの一つなんですけども、
とりあえずね、セーフティーカーの出動率はかなり高いです。セーフティーカーの出動、出、うん。So let's prepare the lap. Okay. はい、出動率かなり高いですね。ちなみに今日のね、イタリアのモンツァーサーキットのイタリアグランプリですか。あ、今日じゃなくて明日の決勝ですね。不吉な夢を見てしまってですね、フェラーリが同士打ちするっていう夢を見てしまいまして、どうかこの夢が実現しないことを祈りたいです。はい、本当ね、サインズとルクレールがまさかのクラッシュっていうね、同士打ちする夢を見てしまいました。あ、これはね、本当に現実世界で起きてもらっては困るのでね。さあ、タイヤの方を温めてアタックラップに挑みたいと思います。いや、でもね、予想外ですね。角田裕毅かデフリス、どっちかは Q1 突破してほしいなっていうのはあったんだけど、今回は角田裕毅の方に軍配が上がりました。これ理由があってですね、You can push harder. Okay. Use the deploy when you can. Copy.これ実は理由があってですね、なんでデフリスがこんなに20番手になったのかということなんですけども、これ実はね、グリッドペナルティでどうせ20番手になることは確定、ほぼ確定なんですけど、そこではなくてですね、フロントウィングとリアウィングを実はアップデートパーツ1個前のものにしてるんですね。フロントウィングとかも開発進んで、今さらに改良したフロントパーツ、リアウィングともに開発中なんですけども、古いのを1個取り入れてるんですよ。これはなぜかと言いますと、とりあえず角田裕毅にイケイケどんどんのパーツどんどん入れて調整して、そしていい感じのセッティングになるのがデフリースだったんで、わざわざ旧パーツを挿入して、そこでセッティングをして、角田裕毅よりもいい感じのセッティングを施したんですね。それでどっちかいいかなと思ってこう見たんですけど、まあ、それを見ると角田裕毅の方が良かったなっていうことが今日分かりました。やっぱりセッティング完璧でも旧パーツ、古いパーツだったら全然ダメだなということが分かってしまいましたね、今日ね。さあ、ということで今一応1分11秒107というタイムを出しましたけども、先ほどのトップタイムがフェルスタッペンの1分9秒だったので、このままでは普通に落ちます。 Q2 は普通に落ちますんでね、そこはもう仕方がないでしょ。一旦ピットの方に入れます。一旦ピットに入ってもらいます。それでは残り8分を切りました。 Q2 セッティングが終わりまして、角田裕毅送り出したいと思います。今回もクールダウンラップ1回入れて2回連続アタックという形でやっていきます。タイヤの方はいい感じのタイヤなので、まあ、このまま行こうかなと思います。さあ、まずは1回目のアタックです。まあ、ここではまあそこまで頑張らなくてもいいです。この後クールダウンラップ入れて最後のアタックで一気に本気出してほしいです。多分これはまたイエローが出る気がしますね。セクター1、一応自己ベスト出してくれましたね、よかったですね。これ予想外です。これ予想外です。今回のアタックラップで、多分イエローが出てクールダウンラップ入れて最後のガチアタックで自己ベスト出してくれるだろうとは思っていたんですけども、セクター2は多分無理やろな、自己ベストは。まあ、フェルスタッペンの1分9秒とかもうマジで勝てへんからね、こんなん絶対勝てへんってこと分かってるんで。おお、いいですね、セクター2も自己ベスト出してくれました。 ありがとうありがとう、いい感じやな。自己ベストは出て最後どうかな、セクター3まとめてどうやろうか。さあ、どれぐらい、全然ダメ。このままやったら Q1 落ちるな。 0.1秒ぐらいですね、フィルケンベルグに負けてますね、これだね。いや、結構厳しいですね、この戦いは。やっぱり多分これ1回目のアタックの方が良さそうですね。これ多分更新できない感じ、多分そうだと思う。夢の Q3 へっていうのはちょっと厳しい感じですね。はい、全然ダメです全然ダメです。はい、全くもってダメでした。はい、残念ながら
12位になってしまいましたけども、そこそこいい順位取れたんじゃないかなと思います。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで本日予選 Q1、Q2 無事に終わりました。残念ながら Q3 に進出することはできませんでしたけども、前回もデフリースが Q1 突破したりとか、徐々に Q1 2人とも敗退っていうのはなくなってきましたね。いやーよかった。角田裕樹が12番手ということはまだこれポイントのチャンスあります。でデフリースはグリッド降格ペナルティが関係ない位置でフィニッシュしておりますんで全く問題ありません。デフリースは賭けに出てもいいかもしれませんね。デフリースはもうソフトミディアムソフトとか、なんかあのミディアムソフトミディアムミディアムソフトソフトとか、なんかそういうので賭けに出てもいいかもしれません。はい、角田裕樹はミディアムハードかハードミディアムどちらかで攻めたいと思いますけども、まあ、1ピット2ピット分けて決勝やっていこうかなと思います。ということで今日の予選なんとか Q2 進んで12番手になることができました。つのっちイタリアグランプリにもぜひ頑張ってください。それでは次回モナコグランプリの決勝でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。